空軍少将、アブドゥル・ハリム・プルダナクスマは、ハリム・プルダナクスマの名で有名なインドネシアの飛行士であり、インドネシア国家英雄である。ハリム・プルダナクスマは1922年11月18日に、オランダ領東インドのマドゥラ島三本で生まれた。現住民学校の小学校と中学校に、通学した後、彼は、マゲランの現地人管理養成学校に入学した。 しかし、彼は2年目に退学して、スラバヤ海軍士官学校に入学し、オランダ植民地政府の義勇兵募集に応えた。士官学校を終えた後、彼は、オランダ東インド海軍の情報部門で行くばくかの時を過ごした。日本帝国がインドネシアに侵攻した1942年、これに備えて訓練されてきたハリムは英国本土にいて、 王立カナダ空軍で後方の訓練を受けており、この一環として、欧州全域で44回の作戦に従事した。これには、ナチスドイツ爆撃のためのアブロ・ランカスター操縦を含んでいた。第二次世界大戦の終戦後、ハリムは新しく独立したインドネシアに戻った。彼は、初期の軍事部門に加わり、スルヤディ・スリア・ダルマ殉将の下で、アガスティナス・アディス・シプトや、 アブドゥルラフマーンサレーと共にインドネシア空軍の組織化を任された。1947年初頭、ハリムは空軍巡将に昇進し、西スマトラ州部キティンギに空軍軍団を設立する任務を負った。この任務を完了するために、ハリムはオランダ軍によるスマトラ島の封鎖を突破した。将校のイスワヒューディも基地の管理を手助けするよう任命された。この時、 スマトラの様々な航空部隊は陸軍によって個別に指揮されていた。ハリムとイスワヒューディはこれらの航空部隊につき、彼ら自身の軍団への統合を進めた。1947年8月17日、彼は空挺部隊をボルネオに率いた。同年12月、ハリムはイスワヒューディと共に医療品受領のためタイに飛ぶよう命じられた。キロ、12月14日に、 両名登場のアブラ・アンソンは、失速を起こし、英両マレーの単純ハント郊外に墜落。両名とも死亡した。ハリムの遺体は当初マレーシアのルムットに埋葬されたが、1975年にカリバタ英雄墓地に改装された。ハリムプルダナクスマは1975年8月9日に、大統領令 063TK1975 によって、 インドネシア国家英雄と宣言された。この宣言とともに空軍少将に守護昇進した。ジャカルタのハリムプルダナクスマ国際空港は彼の名にちなんで名付けられている。ありがとうございます。